おはようございます。もうはっきりね、喋らないと字幕がうまく反応しないんですよね。だから字幕をつけるといちいちちょっと一回どんな感じになってるかを見ないといけないので、やっぱり字幕をつけるっていうのは AI に任せたとしても大変ですねっていうことです。今日は木曜日ですね。現在8時55分、まあほぼ9時ですね。今日の天気は雨なんですけども、今は止んでるんですかね。最近鍵の調子があんま良くないんでね、うまく反応しないんですよね、昨日も曇ってたんですけども、それほど寒いという感じはなかったんですが、今日はちょっとね、冷えるなっていう感じがしますんで、ちょっとまあロングのウォームアップを着て走っていきたいと思います。急にまた明日からというか、もう今日から冷え込んでるんですけども、なんか10度差ぐらいある冷え込みになるかもしれないというふうに予報で言ってましたね。安定しませんね。なんか最近はこの3日間ぐらい毎日雨が降ってるんで、まあその割にはね、まだ暖かい方なんですけども、まあちょっと気になるのはやっぱりこのあばらの状態ですよね。このランニングの振動がどうしても、まあズキズキするというか、やる体をひねったり、多分ですね、サーブやると痛いんですよね。ちょっとまあフォアもひょっとしたら気になるかなという感じです。まあこれからまたね走って、これが終わったら宮本を、まあ、送迎してからのレッスンになると思います。で、今はですね、またいつか皆さんにもちょっと見てもらいながらと思ってるんですけども、ランニングページをちょっとね使ってるんですけども、まあ、とにかく最初はねインパクトが欲しいんで、なんかいい方法ないかなと思って、まあ AI を駆使して、まあ、自分なりにちょっと作った最初のページというか、これからどん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 こう下にスクロールしていくんですけども、ちょっとスクロールしてもらしてもいいかなと思えるような、ちょっと最初のねインパクトのページ、トップ画面を今何種類か作ってるんですけども、まああとはね、もうお試しキャンペーンみたいな形で購入の方に飛ぶようにはなると思うんですけども、まあだいたい最初の2ページか3ページぐらいが勝負なんで、まあちょっとインパクトのある、あ、こんなん出たんやというね、なんかそんなページを今作ってるんですけども、自分はいいなと思ってるんですけど、それが果たして万人受けするかっていうのはちょっとまた別の話なんで、まだ現物が全然届いてないんで、
まあ、イメージばっかりなんですけど、まあ、現物に関してはもう内容が決まってるんで、あとはまあ理想にどれだけ近づけることができるかだけですから、そんなに難しいことじゃないんですよね。まあ、開発するといっても、もう今現状あるものを作るだけですので、いろいろ考えていくうちに、まあバージョンアップしていかないといけない、リニューアルを、商品のリニューアルをするんですけども、まず第1弾はね、もうこれっていうふうに決めてやるんですが、第2第3とこうリニューアルをちょっと考えてて、そのうちの一つに、ちょっとこれはまだどうかっていうのはちょっと考えてるんですけども、これはちょっとまた実際ちょっと商品が出てから次の商品に向けて考えていけたらなと思います。最近なんかやたらこう、あれか、橋の補強か、トイレはまだ入ったことないんですけども、このロングランコースの横にあるトイレは多分全部きれいになっていってるんで、まあ、いつトイレがしたくなってもいいのかなというふうに思います。はあ、ちょっとやっぱなんかこうランニングがぎこちないですね。本調子じゃないですね、なんか。まあでもちょっと今日は、自分の気持ちに負けないというかね、意思に負けないようにゆっくりでもいいんで、ちょっとロング行っときたいと思います。でこういうちょっとね不利な時というか、どうしようかなと思ってる時こそ行くというね、そういうちょっと癖をつけていきたいんで、もうまあ体のね状態は、まあ、老化してってるんですけども、気持ちは老化しないようにちょっと今日も一瞬、まあ本当に、まあ、実際痛いね、ズキズキ今もしてるんで言い訳ではないんですけども、まあハーフでいいかなと、まあ、言ってみたらショートでもいいのかなと思ってしまったんで、まあ、これはいかんと、ちょっとまあ自分の意思とか気持ちに負けないように、精神で、カバーしていきたいなということで、まあちょっとゆっくりでもいいんでロングラン行きたいと思います。多分あの走ることがリフレッシュになってるんですよね。ですからちょっとね気持ちもまあリフレッシュするということとか、まあ、日々活動する中で達成感をこう見つけるのって難しいと思うんですよ。あれ、ここのトイレは変わってないですね。ですから、まあ、ちょっとでもねこうやったぞと、今日も頑張ったぞというような達成感をちょっとまあ感じるためというか、やっぱ走った後は、特にロング走った時は達成感やっぱあるんですよね。よしと思ってね。ですからちょっと本当ゆっくりでもいいんで行きたいと思います。ま
まあ、ちょっとトイレで思い出したんですけども、まあ、前からね学校関係の給食の話とかある配信でやってるんですけども、今回は学校のトイレがまだ和式であると。この辺の学校どうなんですかね。もう少しずつ洋式に変わっていってるんですかね。まあでも全部の学校調べても、洋式のどっちだったかな、洋式普及率、普及率か和式が残ってる率 40% ぐらいやったんですよね。多分洋式の普及率ですね 40% ということで、まだやっぱ和式が学校の中にはやっぱあって、まあそういうのが嫌で、まあトイレを我慢してしまう子どもたちが増えてると、まあ健康上良くないなという話なんですよね。やっぱりもう家の中は全て洋式なんで、もう和式はなんかありえなくはないんですけども、和式である理由があるんかっていう。でこれはまあ国の予算の問題らしいです。やっぱこう日本国内は子どもたちにかける、予算がやっぱり他の国よりは少ないということなんで、なかなかそこまで予算が回らない。で予算の決める順番というのが決まってるらしいです。まずは耐震です。地震に備えて、まあ、古くなっているところ、老朽化しているところ、まあ、そういったところの改修を、まあ、しなければならないと。で次に来るのが、まあ、そういうエアコンとか、まあ、そういった部類で、それからバリアフリー、まあ、障害者向けに対する、まあ、施設、例えばエレベーターをつけるとかね。でその後の、項目としてトイレが来ているらしいです。予算があってやっぱ優先順位が今の順番なんで、どうしてもトイレは後ろの方になってるんですよね。でなんかトイレのなんちゃら協会っていうのがやっぱり日本にもあって、まあそこ調べていくと、実は和式がやっぱ菌が多いと、和式の方が菌が多いらしいですね。洋式に比べて164倍の菌が和式の方にはあるらしいです。でまず飛び散ったり、それからやっぱこう便器の周りを水で洗いますよね。でその時にその水が菌の増殖にとって最適らしくて、やっぱりあの増殖するんですよね。だから便器の中は意外と菌は少ないらしいです。便器の外ですから、和式が結構菌が、大腸菌とかいろんな菌が洋式に比べて164倍らしいです。ですから、まあ、便座が嫌だと、他の人が座ったところに座るのが嫌で和式でやる。でもそれはどちらかというと一番菌が多いところでトイレをすることを選んでるんで、まあ、衛生上本当は良くないということらしいですよね。で便座じゃあ、汚れどうなってるのか、これ実は人間の手のひらよりも手のひらの方が7倍汚いらしいです。菌がやっぱついてるんですよね。だから便座に座るという汚さよりも自分の手のひらでほっぺをこう触ることの方が衛生的には良くないらしいです。
まあ、これなんかエビデンスが出てるみたいですね。まあ、それぐらい、まあ、その便座で、洋式でトイレをしてもいいんじゃないかというような感じなんですよね。だから、まあ、全部洋式にしたらっていう感じですね。なんかそんな配信を見ました。見ましたというか聞きながらなんですけども、作業するんですけどね。ちょっとまた今度トイレね、また案内するってことではないんですけども、でもトイレが綺麗っていいですよね。あとなんか成田悠輔と iPS 細胞の山中さんが喋ってるのをちょっとまあ聞いてまして、なんかまあ難しい話してるなと。まあオクソソームの話ですね。再生医療、まあ、医学が進んで、100年時代が来てという、まあでもいかにこう健康的に長生きするか、その定義は何ですかみたいな、だからそんなことをこう成田悠輔が山中さんにわーっと質問していくんですけども、まあ解明されてない部分がめっちゃ多くて、山中さんもちょっと哲学的な、まあ、考え方になってしまうんですけどもという話から始まっていくんですけども、なんかその体の老化を防いでいくということも大切ですけども、やっぱ気持ちの部分、精神の部分が老化しないようにやっぱ頑張っていかないといけないなと。で、山中さんはまあパッとこう映像を見ると若々しいんですよね。その秘訣って何ですかって聞いたら、まあ、若い人とたくさん喋ることや接することやということで、まあ、若さを、まあ、保てるというふうに言ってましたね。ですから今はあの日本とアメリカの往復しながらの生活らしいんですけども、まあ、海外行くと若い人たちとのそういうディスカッションが多くて、接することが多くて、研究で、まあ、それでこう見た目若く見えるのかもしれませんねみたいな話をしてましたね。あと、まあ、今とにかく再生医療頑張ってますけども、宿敵はがんらしいです。日本の場合は3人に1人ががんになると言われてるらしくて、だそのがんがまだやっぱ全然解明できてないなっていう、でそんな中で、まあ、iPS 細胞を使って何かしら、まあ、医療に役立てることを念頭に、まあ、いろんなその、枝分かれした課題について取り組んでいきますというような内容だったんですけども、まあ、なんかパッと聞いて面白いなと思ったのは、爬虫類、特にイモリなんかは手が切れたりこう尻尾が切れたりするとですね、まあ、骨の部分まで勝手に再生していくんですよね。でもその特にイモリなんかは
それが原因でちょっとこうがん細胞的な要素がすごい多くなってきてるということが分かってるらしくて、じゃあなんで人間がこれだけ、細胞的に進化してんのに、その細胞が再生しないのか。それは哲学的に言うと、まあ、その医療もしくは科学を進展させるためにそういったものがないということとか、それからもう一つはやはりその宿敵であるがん、悪い細胞の発生を防ぐためにその細胞を再生する力を、まあ、そもそも消したという話だったんですよね。これ面白いなと思って、何かの奇跡でこうやって喋ったり、単細胞がいろんな細胞になって変化していった、その中に唯一再生細胞だけができなかったと。それはそういったイモリの研究から見ても納得できるかもしれませんみたいな。あと植物の話もしましたね。なんかこう切ると、その切った部分から何かこう再生的な、が出てきて、例えば切った枝をこうやって水につけるとですね、切られた部分からなんかこう植毛みたいなものが出て花が咲くというような、こう再生的なものが生まれるらしくて、まあ、イモリもそうなんですけど、爬虫類とか。ただ人間はそれはないと。そういうところから iPS 細胞の研究に、まあ、力を入れることになったっていう話なんですけども、iPS 細胞でこれから再生医療なんかがここ進んでいくと、もうそのがん細胞がやたら増えるんちゃうかと、もう止められなくなる、そういう恐れもあるみたいな話をちょっとしてましたね。なんか面白いなと思って作業しながらですけども聞いてました。ちょっとレベル高すぎて、うん？みたいな感じはちょっと多かったんですけども、今ちょっと頭に残ってるのはそんな話でしたね。これドラマ見てないんですけども、なんか木梨憲武が今ドラマやってると思うんですけども、それがちょうど、まあ、余命宣告やと、がんになって余命宣告を受けて、まあ、どんな生活をしていくかみたいな話がちょっと入ったドラマなんですけど、まあ、もし自分がそうなったらどうかなっていう感じですよね。まあ、今ちょっと思い出したんですけども、これもある配信で大吾が言ってたんですけど、生きるという選択肢があるということは死ぬという選択肢もあっていいんじゃないかと。だから安楽死ですね。そういったこともひょっとしたら真剣に考えていかないといけないのかなっていうこともなんか話してたのを今ちょっと思い出しましたね。まあ、こういう話をすると炎上しがちですけどもっていうね、なんかそんなことも加えて話をしてましたね。だからやっぱこう治療に時間がかかって、抗がん剤とか、まあ痛み、そうやって何年も生活するんやったらっていうね、
んかそんなこともちょっとこう話を持っていかないといけないこともあるんじゃないかなっていう気はしましたけども、まあとにかく毎日元気に、ね、生活するために、まあ、運動やったりちょっと気にして食事とったり、まあ、睡眠しっかりしたり、まあ、していくんですけども、やっぱりねなんだかんだ言ってもやっぱ続けるのが難しいんで、まあ意外と子ども環境の中にはいろんな問題が課題があるんやなと思って最近思うんですけど、まあスポーツソリューションプラットフォームを構築しようとしている自分にとっては今のねこう目標はやっぱり毎日元気にね休まず練習に参加してもらって、まあ、少しずつ強くなったり上手くなったりしながらまあ個人の目標が、まあ、将来の夢が達成できたらいいなという考えのもとに、まあ、今いろいろ動いてるんで、まあ、一概になんか変なことやり始めたということではなくて、根っこの部分はそこなんですよね。なんでこうすぐ怪我したりすぐ風邪ひいて体調壊したりすんのかなと、それがもうめっちゃ時間の無駄やなっていう、そこが根元にありますんでね。だからあんまりそのまあ儲けることも大事です。やっぱ儲けることによって例えば、まあ、今抱えてる選手の、まあ、スポンサーになるとかやっぱお金かかるんで、まあ、そういったことを考えると儲けるか儲けないかというと儲けた方がいいしね、まあ、チャンスはたくさんの子にあった方がいいと思うんで、まあ、一人でも多く何かサポートできるような仕組みがあればと思ってずっと思ってるんですけど、それは選手の育成やり始めた頃からもともとスポーツエージェントをやりたかったんで、前の会社を辞めた理由はこれも自分の初心の部分なんですけども、スポーツエージェントなんですよね。トム・クルーズが主演のザ・エージェントっていう映画があるんですけども、それを見てこんな素晴らしい仕事があるんやと思ったんですよね。でそれを見てから、まあ、どうやったらそのスポーツエージェントになれるかと、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、自分の育てた選手をしっかりサポートしていくぞということで、まあ、監督業を始めたわけなんですよね。だから伊藤達磨という選手がいた頃は高校卒業するときにまあいろいろメーカーさんとの折衝とかね交渉して、その当時やっぱありえない、あるメーカーさんから年間300万の、まあ、スポンサー金を、まあ、獲得したり、それから、まあ、ある企業さんに、まあ選手として、まあ、こう雇ってもらうことで固定給をもらうとこととか、あとはまあそうやって試合ジョップを回って賞金稼ぎみたいなことをして、お金を貯めるという方法とか、あとはあの伊藤達磨を応援してくれる企業さんと企業さんをマッチングすることで、まあその紹介料をもらうと、でその紹介料が
月どれぐらい入ってたんですかね、10万円ぐらい入ってたんですよね。でその10万円を使って、まあ、例えば、ツアーの遠征に一緒について行ったり、いろいろしてたんですけども、まあ、そういったことは実際ね、やってたん でそれをまあ今の時代に合った形でやるとしたら、まあ、クラウドファンディングとか YouTube を、まあ、SNS を使って発信力をつけていくと、まあ、そうすることで何か費用を賄っていく、そんなこともできる時代になってきてるん で、あとはやっぱり、まあ、今やってる活動なんかが火を吹けば、まあ、おのずと、まあ、富士薬品みたいな大会を開いて、まあ、遠征、まあ、連れていくこともできるでしょうし、大会を開催することでチャンスをみんなに与えていくということもできますし、やっぱり儲けた方がいいと思うんですよね。ただやっぱこうテニス事業だけだとやっぱ限界があるんで、キャパもありますし市場も狭いんで、今やってるのって、まあ、日本国内はもちろんなんですけども、メイドインジャパンなんで、これが結構ね、ひょっとしたら世界では受けると、特に海外なんかは健康志向がやっぱり大きいんで、まあ、そういうメイドインジャパンというブランドをですね引っ提げて展開もできるんじゃないかなとか思ってみたり、なんかそんなことをいろいろ考えてるわけです。だからスポーツソリューションプラットフォームというのは、まあ、そういうねちょっとした活動から財源をどんどん吸収して、そっからですね、まあ、例えばトイレなんかめっちゃお金あったら寄付したらいいと思うんですよね、近隣の。その代わり、まあ運動頑張ろうねとか、なんかそういったこと、そうすると運動率も上がるしみたいな話ですよね。まあ、そんな単純なもんじゃないと思うんですけども、まあ、そんな感じです。だからまあまだまだ気持ちがね、若いうちにちょっとある程度やっぱ形を作っといたら次に繋がっておくと思うんで、今日のパワースポットマウンテンはもうまた真っ黒ですね。霧がかってます。でなんとかズキズキを感じながらここまで来ました。まあ監督してた時もね、今に見てるよと、いろいろ周りはテニス界はあんなことこんなこと言うとるけど、こういうやり方が最適なんやぞみたいな気持ちでいたんですよね。でそういうなんか反骨心というか、見とけよみたいな気持ちでやってた部分がやっぱちょっとあるん で今もやっぱそれあるんですよね。周りはなんかいろいろやっとると、
からそれやとちっちゃいやろと。だから今はもうひっそりね、あんまりいろんなとこと絡まず一気になんかできたらなと思ってるんでね、ちょっと頑張りたいなと思ってます。ただやっぱこう自分一人で何でもできたらいいんですけど、できない部分がやっぱあるんで、それはねちょっとまあ時間がロスしてるように感じるんですけども、まあちょっとこれはあんまり早して早して言うてもしょうがないんで、まあ根気よく我慢しながらやっていくしかないと思うんですよね。最後ダッシュできるかな。これはぐらい時間かかってるんですかね。でもいつもぐらいか、36分、いつもぐらいですね。いつもより2分ぐらいちょっと、ここはちょっと水浸しですね。ピチャピチャしたらね飛ぶんで、よし、ということで今日も自分の気持ちとか意志に負けずに精神で走り切りました。でこれからこのまま宮本を送迎していきたいと思います。よっしゃ、まあいいか、水を忘れました。ちょっと時間あるんで海に取りに行きますかね。水分補給はね本当にちゃんとしていかないといけないですよね。何飲むかはまた別にして、水分補給自体をきっちりしてた方がいいと思うんですよね。昨日もハードワーカーともちょっと喋ったんですけど、そういえば思ったんですけど、高校の時とかなんかすごい手荒れをしてたらしいんですよね。ひび割れとか、医者行ってもなんか原因はようわからんと、とにかく肌アレルギーというか皮膚が弱かったらしくて、今はそんなことない、どうやって改善したのって聞いたら、とにかく水分補給をどんどんしてたんですよみたいな感じでしたね。レッスンやってても水分補給とにかく促してるんですけどね、まあ、飲んでもらえない方もいらっしゃるんですけど、これはもう本当に怪我しないためなんですよね。万が一あそこ痛いここ痛いな、もうまず水分補給がうまくいってないこととか、まあ、食事、
ちょっとちゃんとできてないかもしれませんね。とかまずはそのやっぱ体を作るための、栄養素がいるわけですから、それを怠るとやっぱりちょっとこう不具合が起きてくるんですよね。でお水の水分補給って、まあ、神経系とかね、まあ、脳とかそういったところにもやっぱ影響があるので、体がうまく動かなくて、足くじいたりね、引っかかったりすると思うので、水分補給は本当にね、ちょっとやっぱりまめにしっかりで、運動すればするほど水分は出てってるんで、まあ、水分補給はきっちりしていった方がいいというのが、まあ、最近の合言葉みたいなもんですよね。でそれで口に入れるものはできるだけいい方が体にはいいので、まあ、しつこいようですけども、1回です。いい水を飲んで、ものを食べるということで、まあ、水素水とかサプリを作るわけですね。ということでこれからまたあれ、宮餅を迎えに行きたいと思います。それでは。